オラツヨファゴーネは、イタリアのカターニア出身の元スピードスケート選手、アイススレッジホッケー選手。まだ、ショートトラックスピードスケート競技が、公開競技であった1988年、カルガリーオリンピックに初出場し、1500メートルで、韓国の金木薫、カナダのルイス・グレニエに続く3位でゴールし、5000メートル、リレーでは、ロベルト・ペレッティ、エンリコ・ペレッティ、 ヒューゴヘルノフともに2位となった。正式種目となった1992年のアルベールビルオリンピックには1000メートルで24位、5000メートル、リレーには前回のメンバーからエンリコ・ペレッティの代わりにミルコ・ブイレルミンが加わって挑んだものの9チーム中8位に終わった。1994年にはリレ・ハンメルオリンピックに出場し500メートルが31位。 1000メートルは15位で上位進出はならなかったものの5000メートルリレーではマウリツヨカルニーのディエゴ・カッターになどのメンバーと共に金メダルを獲得したその後も1998年の長野オリンピックの出場を目指していたものの1997年の5月にオートバイで練習に向かっていたところ 対向車線をはみ出したトラックに引かれ右足の切断、さらに10ヶ月もの長期間の入院をすることになった。その後は、ショートトラックのイタリア代表コーチに就任したが、自分にはスケートができない、辛さから2002年のソルトレークシティオリンピック終了後に、コーチの座を退いた。その後は、車いスカーリングをやっていた姿が、 トリノパラリンピック組織委員会会長のティツヤーナ、ナージの目に留まり、アイススレッジホッケーの代表へと抜擢される。迎えた2006年のトリノパラリンピックでは、グループ A で、ノルウェー、カナダ、イギリスといった相手に勝利することができずに、予選敗退となった。ありがとうございます。